はい、前回からのね、引き続きになりますね。今度はこれ行きましょうかね、エゲリア。エゲリアをやりましょうか、これがね。またこれもね、見つかったんや。あ、さっき言ったっけ？前回言ったかな？2020年11月6日。1年半ぐらい経ったね、感じですね。やっぱしっかりね、こういうふうに根がね、いっぱいになってます。まあこうなっててもね、まあまだ植え替えなくてもよかったりはしますけどね、2年ぐらいはねしなくていいんじゃねえかなという気がしますけどね、まあそこら辺ちょっとまたね、人それぞれやり方もあるでしょうから、ですけど、自分はあんまりやっぱしない方ですね。まあ億劫だっていうのもありますけどね。はい。でこっちはあんまり枯葉はねえやな。枯葉はねえやけど、またこれもね、取ろうかな。あ、取りに来。どうや。どうや。これは枯葉やな。まあ、いいかな。よし。やな、ペラペラやな、歯がね。これいいかな、今年はちょっといろいろ増やしてね、いろいろ増やしていこうかなと。これで何かの時にね、提供できたらというか、なんかできるといいなと、そういうふうに今ね思ってますけどね。いいか、いいかな。いいかな、良さそうやな。おお、良さそうやな。はい、でまたね、なんか前回と似たようなあれですけど、動画の内容ですけどね、どうやろうか、どうやろうか、これを取るか、ね、いい、いいじゃない。あとはここら辺かな。ちょっとね、マジックサバナもアルケインもエゲリアも葉差しがしやすい品種かわからないですね、取った後リエルのパパとかゆかさんに聞いてね、いやあれ出にくいやつだよって言われたらショックなんやけど。ショックなんやけど、まあいいや、やります。まあ出にくいやつは出にくいやつでも、それから出ればね、まあそれはいい結果だっていうことになるから、はい、そういうふうに思ってやりましょう。そういうふうに思ってね、いい肥料もちょこっと入れます今回ね。で気まぐれで入れるゼオライト、だーっとまた、ほんと前回と一緒やね、ここら辺はね。そしてこれをまた植え替えやね。お、いい感じやねんかな、ね、さっきはもう溢れ出るほどやったけど、いい感じになってます。いい感じね。ちょっとちょっと軽くね、ぎゅうぎゅうにしなくてはいいと思いますけど、軽く隙間が出ないぐらいの感じで入れて、表面にもねちょっと上げて、こんな感じかな。はい、こういう感じです。こうね、ちょこっとこう周りに土が見える、こういう感じでね、はい、三つともこう、どうですかね、こう、いいサイズ感になったんじゃないかなと思いますけどね。はい、こんな感じです。で、こちらをね、今度、あれしましょうかね。葉を刺していきましょうかね。はい、これ今度刺していきましょう。はい、じゃあね、これをね、刺していきたいと思いますけど、
こういうふうにね、あれですね、刺身用の土とかを用意してね、こういうふうになんかね、育苗箱っていうかな、こういうのを用意して、刺しやすいようにね、して後で水やるとこう、なんですかね、こうピートモスとかこう、なんだ、ピートモスとか、あれですね、バーミキュライトとかこう、プカプカーとか浮いたりするから、こう先にね、水やりをして、ちょっと落ち着かせてね、これにこう刺していこうと思います。ほんで、何が何か分からなくなるとあれやからね、こういうふうにね、マジックサバナっちってね、これはこれでこう刺しといて、ここにね、刺していきたいと思いますけどね、こういうふうに、この葉の、あれですね、葉の、ね、これが、ちゃんとこう浮き上がったりしないで全部きっちりこういうふうにこう土にね入るような感じにするのがいいみたいですね。そういうふうにね、イエルさんから教わりました。これがこう刺すと、こっちに刺すと乾いて浮き上がってピーチこれが浮いてきたりするからですね。だからこうこういう向きやな、こう横向きっていうかね、うん、で深くやりすぎるとね、こうなかなか葉が出てこないというかね、うん、そういうふうになるので深植えしすぎないというかね、はい、そういう感じでやるのが、ポイントのようです。横向きにしてね、こんな感じで。やっぱ葉刺しってすごいよね。一つのやつからこんなに出るけんな、こんなに増えていくけんな。今までずっと俺は刺し木だと手っ取り早いからですね、刺し木やったらほんと2週間ぐらいでねこう出てきたりするんで、手っ取り早いからそれをメインにやってたんやけど、葉刺しってやっぱ一つの苗からこんだけねできていくからですね。まあ今自分はね増やしたいんじゃないよね。なんか一つの苗をしっかりきっちりこう育てていきたいよね。うん。そこへんがこう女性と自分とかのね男のこう違いやな、考え方がね。ね、こういうふうにこう赤いちょんちょんちょんこういうのが成長点らしいんですけどね。うん。これをこう残しとかないとダメって。怪しいのも結構ある。下手くそやけん。下手くそやけん。こんなんとかも怪しいんですよ。怪しいしかねえな。ねえなっていう感じやけど、もういいです。刺していきましょう。出りゃ儲けもんでね。出りゃ儲けもんな感じで。この小さいの、花芽のもあったんやけど、花芽というか、そういったのもあったけど、せっかくやけん。ここにちょっと、置いとってみよう。出りゃいいけど、出りゃいいけどね、こう置いといてみましょう、ね、であとこういうふうに、なんかこういいのと悪いのがあるな。これちょっとなんかここはふにゃふにゃになってるけんちょっとダメっぽい気がするけどな、なんかな、まあわかんねえ。まあせっかく取ったから刺しとこう。出りゃ儲けもんや。ね。結果が良かったらまたね、これの経過動画を撮るかもしれんけど、結果が悪かったら知らんふりで行くかも知れませんけどね。はい。感じやね。で最後がエゲリアウィコか、エゲリアのね、エゲリア、はい、これはササやな、これはササやな、なんか良さそうなのと悪いやつが混在しちょるけど、行きましょう。
7割方ぐらい出るといいけどね。どうやろうな。出らんかな。よし。よし。うん。女性を増やすのが好きやけんな。パパとか、リエルのパパとか俺とか多分、一個のやつを、しっかり育てていくのが好きやもんな、多分傾向としてね好きな方です。ほちょっとなんかスペースもったいないけどね、うん、まあいいです。こういう感じでね一応3種類のやつをこう刺してみました。うまく出るといいんですけどね。まあ刺しベタ寄せ植えベタですからね、はい。うまくいったらまたね経過の動画を上げるかもしれませんし、あんまり芳しくなかったら知らないふりをするかもしれませんけど。ということでね、はい、今回は、これねあれですね、マジックサバナと、アルケインと、エゲリアか、うん、これを、鉢がいっぱいになったんでね、植え替えをして形を整えながら、葉差しで増殖、そういった内容のね、はい、動画でした。大きくなったらね、前回も言ったけど、鉢を大きくして、そのまま大きくするのもいいんですけど、自分みたいにこうコンパクトにね、したいんであれば、こういう形が数も増えるし、うん、サイズ感も変わらないんで、いいんじゃないかなということで、お話をしてみました。はい、ということで、今回の動画を終わりたいと思います。この動画ね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。